親父が最近俺の放送見てるみたいでさ。お父様が。わらさ、あんな人前でよ、帽弁うんならかしてよ、イトンコみててフガありやって言われた。何言ってるか全然わかんないでしょ。誰か、南房総出身の人が訳してくれ。<laughs> ヘイト。 働いて収入を得ようとせず他人から金銭や食べ物を恵んでもらって生活するもののことこじき何このストレートな感情表現表現がストレートすぎる今顔にトーンって入ったなヘイトンコあそういうことだったんだヘイトンコってなんか気持ち悪いな <laughs> って思ったのがここだけの話ね俺これ夢俺の夢なんだけど最近夢見たんだよ 議出る夢見て実際出てないんだけどね夢見たんだよで何て言うのかな待ち合わせな何て言うの控え室みたいなところあるのねで出番が来るの呼ばれるじゃんそうすると控え室の前に女の子が100人ぐらいバーって並んでんの。 で、その自分のメンタル実況者捕まえて、長男のレースを作ってサイン会するっていうのが、っていう夢を見たんだよ、俺。で、そこにね、俺も出てたのね。で、俺の視聴者マジで本当に、あの、バッチガイだなと思ったのが、あの、22歳ぐらいの世間知らねえ、とん、あの、大学生未満ぐらいだの人がえ、俺将来、うんこちゃんみたいになりたいんですみたいな感じで男が30人ぐらいずらーってなんで、 臭い脇がじゃん、はっきり言って。<laughs> それでも、いや、それってでもさ、なんか、俺は微笑ましいな、ま、微笑ましいなと思ったの、正直。これ自分を擁護するのはすごい申し訳ないんだけど。不純じゃないんじゃん。不純じゃなくない <laughs> うわ、ん、行けたーいやーうど鈴木みてえな。え <laughs>、でも、周りの実況者。 マジで女しかいないの。本当に全員女。俺インタビューしたいわ。どういうつもりでなら、並んでるんですかって。あなたみたいなブスが実況者と付き合、付き合いたいんですかって。俺本当に聞きたい。そんでさ、なんか。 あの、共演してたから、うんこちゃんのところにも並ぶか、みたいな感じで並んできて。あの、すいません。あの、うんこちゃんは、荷物持たないって言いたいんで、これもらってくださいっつって。カントリーマーム1個とかさ。なんか俺だけさ、ちょっとさ、差し入れがゴミなんだけど。みんななんかすげえさ、でっけえプレゼントもらってんのにさ、俺カントリーマーム1個とかさ、あの、柿の種とかもらったんだけど。カントリーマームと柿の種もらった。 1>, <laughs> 1個ってお前袋で1個じゃねえぞあの中身1個だぞ中身 <laughs> そんなのもらっても困るだろう俺ただでさそういうお茶菓子ってさ自分で開けたものしか食べたくないのに怖いのにポケットの中でくっしゃくしゃになったカントリーマーブ <laughs> お前ヘイトンこじゃねえかよそれ俺 <laughs> 夢見たそういうでも面白かったけどな <laughs> まあ <laughs> まあおもろかったんだけどさなんかすげえ文化だなと思って ずーえ、定点カメラに映る人種え、見たい何それ <laughs> あ、ここ、ここ、ここここ、ここ、こ <laughs> こ俺いねえじゃねえか。俺を探せ。あ、河村さんじゃん、これ。あはは、来たさっそうと現れる王子様髪の毛をセットする。 じじいの前で何しゃっ気づいてんだ俺アハハハ恥ずかしいクックッキュッキュッ俺さ歩き方ペンギンみたいだなこうやってピッピッつってこんなふうに撮られてたんだなよかった俺ここでさ俺ってさヤクザじゃんみんなに内緒にしてたけど俺敵じゃねえじゃんここで俺ちょうどマリファナスをしてたのこの影,影で。 危なかったね取られてたら本当に選手生命の危機だったわ <laughs> 無意識にセンターさすがやなこういうところはこういうところはさすが他の配信者と違うなって今思ったわ無意識なセンター常にやっぱ意識してるから。 俺はな。<laughs> 夢の中の映像まで出回ってるんだ。名跡無。<laughs> プライベートのお前ってやっぱそういう系なの何何そういう系って。<laughs> 詳しく話そうや。俺がそういう系について。<laughs> ういっす、ういっす、みたいな。<laughs> お前、そりゃそうだろ。<laughs> どうすんだよ、お前。エグザイルのアツシみていに頭に稲妻みていのさ、あの、なんて反り込み入れてさ、 そういういの期待したってこと <laughs> 現場いきり系 <laughs> え。え俺俺のジャンルは現場いきり系オタクなの一番立ち悪いじゃん。え <laughs> 俺現場いきり系オタクなのまさか。それやばいねちょっとね。俺現場いきり系オタクっていうらしい。カテゴライズすると。 オレーター。<laughs> 俺の兄貴が、じゅんと一緒に写真の撮ってもらって俺に送ってきたお前、お前さ、ちょっと待て俺さ、それさ、あの、お前の兄貴さ、めっちゃいいやつでさ、加藤さん、もう弟が本当にファンなんで、ちょっとなんとか、あの、写真じゃなくて動画撮らせてもらっていいですかつってさ、それでなんかそれで撮ってもらった弟だろうお前 にしては、喜び方少なくねえかお前、兄貴の愛情無駄にしてるぞ全然いいっすよつって。そんな弟の思いの兄貴だったら俺も協力しますぜみたいな感じで、俺たち二人の大人の思いをお前ら、お前は無限にしてるぞ。そういえば、送ってきたよ、うんこちゃんみたいな。もっと喜べよ。苦闘点じゃなくて、びっくりマーク。簡単語で表現したら、うわーありがとうみたいな。めっちゃいい兄貴だったぞ、お前の兄貴。 でその後ちゃんとさ後日お礼に来てさいやありがとうございましたお堂ど,ども喜んでました <laughs> 嘘じゃんそれ嘘じゃん俺騙されてるじゃんお前の兄貴にあのおめえの兄貴のことクズって呼ぶよおいおいおめえの兄貴のことクズって呼ばない影でこそこそそれどう影でこそこそ悪口はね兄貴 <laughs> いじめようぜみんなで でもすげえいい。兄貴だったなあ。あいうの清々しいよな。やっぱさ兄弟のさ。なんつーのかな？男兄弟の愛ってすげえ羨ましいよね。本当に欲しくなっちゃったわ。